奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島が世界自然遺産に登録されたことを心から嬉しく思います。不法地となって以来、18年もの長い間、多くの皆さんが待ち望んでいたことと思います。本当におめでとうございます。鹿児島県、沖縄県、地元市町村、専門家、関係団体をはじめ、多くの皆様のご尽力に深く感謝申し上げます。そして貴重な自然を守り、育んでこられた島の方々に心から敬意を表します。これらの島々には、地球上の他の地域では見ることのできない多様な固有種、絶滅の恐れのある生き物が今もまだ息づいています。耳の小さな奄美のクロウサギは原始的なウサギの仲間、ヤンバルクイナは国内唯一の飛べない野鳥、この地域にだけ生息する多くの個性的な生き物が原生的な自然の中だけでなく民家の庭先など人々の生活のすぐそばにも現れます。関係者の皆さんと一緒になって世界に起こることのできるこの貴重な環境をこれからもしっかりと守って次世代に引き継いでいき、世界に向けてその魅力を発信していきたいと思います。